しみください。こちらロッテの雪見大福を食べたいと思います。なんか雪見大福っていうとなんか作法の歌とか歌とかいうのが一時期出てきましたよね。でその作法の歌にのっとってこれ8分置いてあります。さすがにこれを8分移してても仕方ないので、でそれは省略していますが、どんな風に変わるんでしょうね。ではチャンネル登録よろしくお願いします。あんまり変わってるようにも見えませんが、どうなんでしょう。では食べ比べればよかったかな。いただきます。雪見を8分待てばひんやりもちもち、とろけるもちもち、心の雪岬でもちもち待ち、もちもちもち。もうこれ昔からあって自分も昔は食べてたんですけど、作法を守って食べるともちもアイスも程よくとろけて口の中でふわーっと広がっていくような、そんな感じになるんですね。なのでお餅の食感を昔よりも強く味わえた気がします。昔から知ってたら守って食べれたかな、どっちだろう、ちょっと微妙ですね。でもとても美味しかったので、お作法を守って食べてみるのもいい、たまにはいいかもしれません。もちろん急いでる時にそのことやってる余裕はありませんけどね。また新たな発見ができたという嬉しさもありますので、これはこちらの点数とさせていただきます。違うフレーバーでもやってみたいな。それでは一瞬に私が行くか恋旅を、今の雪見大福のように儚く溶けるのは嫌ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。